大先生、大先生、大先生、圧倒的な勝利でございます。3倍は。いやもうリーチいっちゃえいっちゃえ言ってたらもう、あ、いやもう椅子はいいよ。いや、まあ、2件になったらもう5本、もういいよ、ね、もううるさいっつって頑張れっつって。いや本当やりました。今日もイースワンだね。いやもうイースワンからのイースワン、イースワンだったもん。確かに、いや私マジマンズに愛されてる。イースワンに愛されてる、すごいんだけど。全部イースマンだから、ハネマンのイースマン、あれ6級ワンにする手もあったじゃん、8級ワン。いやたま、あれね、でも滝沢さんの現物の方に焦点合わせた、うん、あれ6級ワンもイースワンも同じ枚数だったもんね、うん、どっちが正解、どっちが正解って言ったらイースマンだった。パースだった。そうよ、最後、本当、魚谷さんが第3期上がるかどうかだったんで、マジ本当に良かった、マジで良かった。マジ指名で白あんこ、チュン統一、初統一、あ、違う、初あんこ、全員山だから、チュン中核統一チェンジみたいな、しろしろか、こっちアビ共感だった、そうそう、全然知らなかった、助けてってなって、そう、まあ、そうそうね、これ痛かったね、これやばい、痛かった、これ待つはちょっとね、いいやつ痛かったけど、この後ですよね、この後よ、この後、この後、吹き飛ばすの、4回 ?5 回ぐらいあった ?3回、5回ぐらいあったか、3回、細かいのもあってる、あ、トップ取った後親番2回、ね、24も上がって最後も、うん、親番でのね、加点が大きかったですね。あ、それはテンパイルだっけか、何もマイナスせずに、まあ、瞬間ですけど、もう4位ですから、はい、瞬間、瞬間ですけど、瞬間4位、さあ、もうお願いします。じゃあ、渋のプラスチャレンジ、じゃあ、その先生のプラスをなくさないように。さすがになくせないだろ、俺は。箱下いくらよ。削っちゃったけど、堀さん、先生が2人になっちゃう。いや、だから、プラスした、プラスしたら、ね、支部はね、ならないです。じゃあ、行かせない方が、応援してください、岡田先生だけで。岡田先生、あ、プラスになったとしてね。なるから。チーム練習だけね、まあ。せいぜい2着くらいじゃないかな。あー、知ってる。いやいやいや、これよ。この名刺めちゃくちゃ良かったこれ。いやもうマジで絶対街だけはミスれねえって5回ぐらい確認したっけ。